ユースキウエダプレゼンツアラカルトできるまでシリーズ、カップラーメンができるまで。皆さんこんにちは、公認会計士のひよこです。ひよこちゃんです。今日はね、ダブルひよこでお届けしようかなと思ってますけども、本当はね、CPA カレッジで工場見学のコーナーっていうのをやりたいんですよ。まあ、ただ、まあ昨今の状況でね、なかなか工場見学に行けない、工場見学に行けたとしてもなかなかその工場の中でカメラを回すことができない。なので黒板見てください。黒板にカップラーメンができるまでの工場の中を再現してみました。これ今日の動画はね、この黒板の図がどこで何をしてるかなと想像しながら見てもらうと楽しいと思うよ。これ何してんのかなとかね、この辺り何してんのかなとかね、最後までね、ぜひお楽しみに。最後まで見てもらうとひよこちゃんが出来上がります。何を隠そう、世界初のインスタントラーメン、それは僕です。チキンラーメンが世界初なんです。1958年に大阪の池田市で初めてインスタントラーメン、チキンラーメンが発明されて、それが世界初なの。だから今日世界初コンビなんですよ。で今日はそのチキンラーメンを題材に、チキンラーメンができるまでをちょっと一緒に旅していこうか。じゃあ旅していくよ。まずね、街中でこんな工場見たことあると思うんですよ。でこの工場、特にねこの煙突みたいなやつ、これサイロって言うんです。でこのサイロ一本の中に小麦粉がね、だいたいね30トンぐらい入ってるんですよ。でさらにね、小麦粉と、まあ、水なんかを混ぜてこうラーメンの生地がまず出来上がるわけで、水を単に混ぜるんじゃなくてね、まあこれタンクなんやけど、タンクの中に水と塩と乾水っていうのを混ぜるんですよ。だいたいね、比率がね、水1としたら塩 0.1、 乾水 0.01 で混ぜるんですよ。ここまさに原価計算勉強してる人は追加材料の投入なんですよ。でこうやって混ぜた、水に塩を混ぜて乾水混ぜたやつと練り合わせてなんか生地っぽいのができるんです。これ練り合わせてるの、なんていうの、こういう歯車みたいなのがついてる、これをこれなんかこうくるくる回すことでこね合わせて生地ができます。ちなみにこの生地のことをカタカナでドウって言うんよ。じゃあ旅続けていくね。このドウっていう生地は練ったばっかりなんで、まだまだこう膨らみがあるんよ。で膨らみがある状態からこうニューってねこういう感じでこのローラー2つで挟んでうにゅーってこう帯状にしていくんです。で帯状にした1枚だけじゃなくて、実はね同じように帯状にしたもう1枚とあえて2枚を1枚に貼り合わせるというかくっつけるんです。でこれね、なんであえて2枚を1枚にくっつけるのかっていうと、そうした方が麺のキメが細かくなるんやって、もしくはそれによってコシが生まれるんやって。なのであえて2枚を1枚にまとめるの、貼り合わせるの。そうすると貼り合わせた瞬間に10ミリ、要は1センチの厚さの生地ができるんです。でまだこの1センチっていうとちょっと分厚いので、これをねローラーで伸ばしていくの。でこれさ、ローラー5つあるよ、5つあるんですよ。あのね、これ厚円ロールって言って、この厚円ロールがあえて5つあることでゆっくりゆっくり厚みを薄く減らしていきます。これ1つじゃないのよ、5つってのがポイントで、5つあることでね、こう人の手であたかも薄く伸ばすようなきめの細かい作業ができるんで、ゆっくりゆっくり一個一個のローラーで伸ばしていくんですよ。でそうするとさらにコシが生まれてくるみたいなイメージ。そうすると最終的に5つの厚円ロールを超えて出てくるものは、最初10ミリだったものが10分の1のね1ミリになって出てくる。
で、こうやって出てきた生地はまだ帯状なんで、帯状のものを次面状にせなあかんのよ。で、どうするかっていうと、次ね、切り出しっていう工程なんやけど、ここ切り刃ってやつなんですよ。この切り刃に帯状の面を通すのよ。通すとね、カットされて、カットされたらどうなると思う？カットされたら、カットされたら普通さ、帯状の面をこの切り刃に通したらこうやってシャーって出てくると思うやん、面になって。違うんですよ、違うんですよ。あの、実はね、まっすぐ面になって出てくるのではなくて、こんな風にね、出てくるんですよ。うにょうにょ出てくるんですよ。で、これどういう仕組みかっていうと、この切り刃にこうパカパカ開く扉みたいなのがついてるのよ。で、この扉が重りで制御されてて、この扉が開いたり閉じたりするんです。それによってまっすぐ面が降りてくるんじゃなくて、こう扉が閉じてる時とか開いてる時があるので、こう、 うにょ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 出てくるんです。これによってね、要はスープと絡みやすいような麺、まあ、いわゆる縮れ麺みたいな形状のものがにょにょって出てくるんですよ。これが切り出しっていう工程なんです。これもまたね、日本の技術ってすごいよねという話につながってくるんですよね。ちなみにこのうにょうにょした麺の形状のことをランダムウェーブって言います。で、このランダムウェーブしたうにょうにょがこうやって運ばれていくわけですよ。ベルトコンベヤーに乗ってうにょうにょが運ばれていくの。次の工程はね、蒸し工程です。ここ10メートルぐらいの蒸し器があるんですよ。蒸し器、10メートルの蒸し器、長いやつがあるんですよ。で、この蒸し器にランダムウェーブが運ばれていって、これ蒸発してんねあのイメージ、こうあったかいなと、蒸されてね、ポカポカだなというようなイメージで蒸されるんです。で、蒸されることで麺って何がいいのかっていうとね、蒸されることで麺に含まれるでんぷんっていうのがアルファ化するんよ。で、アルファ化して食べた時に胃で消化されやすくなるって、まあそういうね、消化されやすいとかそういうことまで考えて作ってるんですよね。で、その後このランダムウェーブ、縮れた麺にこれ何やと思う？これビジュアルだけで、分かりにくいと思うんですけど、これね、油塗るんですよ。油を塗ることで、まあ麺同士がくっつきにくくなるっていう効果があるのね。で、油を塗る時もちょっと工夫があって、なんせここまで麺が縮れてるやん。でも油塗りにくいでしょ、麺が縮れてたら。だから縮れた麺をちょっとこう伸ばしたいんです、油を塗るためには。で、工夫としてはこの油を塗るよりも左側のベルトコンベヤーっていうのは、まあちょっと遅めにしといて、油を塗るよりもちょっと右側のベルトコンベヤーはスピードを早めることで、キューってこう早めれば麺がやや伸びるでしょ。これが工夫で、ちょっと伸びてる状態に麺をしてから油を吹きかけていくんよ。これによって麺が絡みにくくなるんですよね。で、こうやって油が吹きつけられた麺がこのままどんどんベルトコンベヤー流れていくんやけど、次このシャワーヘッドみたいなところからシャーッとこう液体が吹きかけられてるんですよ、霧吹き状に。で、これ何してるかっていうと、麺自体にうっすら味をつけてるのね。で、こうやってうっすら麺に味をつけてどんどんベルトコンベヤー流れていくんやけど、まだこのタイミングではこのランダムウェーブ状のうにょうにょの麺っていうのはずらーっとつながってるんですよ。まだ長いランダムウェーブができてるんですよ。つながってるのでまだ食べれないから、ここでやっと一食分に切り分けていくんです。カッティングっていうんだけど、ちょっとね、今回カッティングは今度回る刃なんですよ。このギザギザが刃です。ギザギザが刃で、これがね、くるくるこう回転しながら一食分ずつに切り分けてるんです。ちょうどやっとここで一食分がポイって切り取られて出てくるの。ちなみに一食分はだいたい30センチぐらい。これで、この30センチのやつがこれね、金網のザルなの。で、だいたい製品、最終製品のカップ麺の麺の器と同じ大きさの金網のザル、そこに切り取られたやつがポイってここに
インするんです。ダイブするんです。で、この金網のザルに入ったやつがまたどんどんデルトフォンビア進んでいくんやけど、次ここ見て、あのこれ何やと思う？プツプツなってますよ。プツプツ。これね、あの釜茹で地獄です。釜茹で地獄。あのなんかね、ちょっとこれジェネレーションギャップだと思うんですけど、セイントセイヤっていう漫画でなんとか地獄みたいな、まあそういうシーンが出てくるよね。ちょうどね、これあの血の池地獄だの釜茹で地獄だの、そういうちょっとセイントセイヤの漫画に、似せて書いたんですけど、まあわかんないよね。あのこれジェネレーションギャップですね。あの無視してください。でとにかく金網のザルが油でポコポコポコ揚げられるんです。要はこれフライヤー工程っていうの。でこのフライヤー工程で麺を油で揚げていくことで何がいいかっていうと、みんなさ家でさつまいもの天ぷらとか作ったことある？家でさつまいもの天ぷら作ったことある人はね、さつまいもの天ぷらの衣にプツ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 ってちっちゃい穴がちっちゃいの開いてるの見たことある？あれ油で揚げることでさつまいもの天ぷらの衣に穴が開いてるんですよ。油の気泡の穴が。それ同じ原理がこの麺を油で揚げるときにも働いて、油でフライヤーすることで麺にちっちゃい穴が開くのよ、いっぱい。でその麺に開いたちっちゃい穴がどこで役立つかというと、みんながカップラーメンにお湯をかけて食べるとき、3分であれできるでしょ。3分でできるのは実はフライヤー工程で麺に無数の穴が開いてるから、だからあれ3分でちゃんとした麺に戻るんですよっていう工夫が実はね、このフライヤー工程にも詰まってます。で油でプツプツ揚げた段階で、最初銅っていう生地には 30% ぐらい水分が含まれてたの。ところがもうこの油で揚げるここまで来たらね、水分は 3% にまで落ちてます。これによって保存食になるんです。長いこと保存ができるような食べ物になるね。で油で揚げて、これ油ぎっとりしてると嫌なんで、このちょっと太字で書いたものがこれ上下に動くんですよ。上下にで、これ上下にトントンって動いて油を切るような機械があります。で油を切られた、余分な油が落ちました。でそのこれ何やと思う？ビジュアルわかるかな？この風車みたいなやつ、これね扇風機なのよ。でこれね、棚自体が回転するんです。こうやってあの関西に住んでる人はドン・キホーテに縦長い観覧車ってのがあるんですよ。ナンバのドン・キホーテちょっとまあ、関西以外の人は知らないと思うけど、ナンバのね、ドン・キホーテに丸い観覧車じゃなくてこういう縦長い観覧車なんですよ。まあ、そういう形状の棚の、あ、分からない人はごめんねでこういう形状の棚が縦に回転しながら扇風機でバーってこう風が送りつけられることで乾燥するんです。で麺自体はこのドン・キホーテの観覧車で完成なんや。じゃあ完成した麺を次器にカップに入れたでしょ。でもこのね、器カップに麺を入れるんじゃなくて、麺にカップをかぶせるんです。逆やと思うんでしょ。だから麺にカップかぶせるんですよ、上から。でこれね、どういう効果があるかっていうと、まあ確実に麺が折れることなくちゃんとカップに入る。でこの上からパコってかぶして、ね、パコってかぶしてとパコってはめたここの台がくるって180度くるって反対するんですよ。あれ、くるこうかなもうちょっといいけど、これがくるって反対するんですよ。そうするとひっくり返ってちゃんとカップの中に麺が入ったものが出来上がるんです。このくるって180度反転する作業、ここの工程のことを重点工程っていうね。でやっとカップ麺らしく重点されたものができました。でこっからは残りの作業していくんです。残りの作業、まずね、これ金属探知機です。要はこの金属探知機の前をバーって流そうですよ、カップ麺を。そうすることで何か異物が混入してないか、何か変な金属とか入ってないかチェックするんです。で次ね、
ここ。これね、体重計です。要は、重量チェック。例えば麺が半分しか入ってないようなカップができてないかとか、そういう重量の異常がないかをまたこれ機械でチェックする。でその後人の目、これちょっと人ね、検査する人がいるんです。でこの人が最終的にはまあ目視チェック、麺の形が本当は丸いんやけどなんか変な形の麺になってないかとか、これを目でチェックするんです。でその後ね、ここちょっと面白くって、まだカップ麺完成してないよね。まだ足りないものない。そう。火薬とか、スープの粉末とか。それね、実は2階から置いてくるんですよ。これ、火薬とか、スープとか、粉末のやつ。こういうものがね、2階からこの袋に入って、降りてきて、このカップの中に、ポイって入るんですよ。これで、やっとみんなが食べれる。みんなが買う。カップ麺がやっと火薬入りスープも込みで完成したんです。でちゃんとここまた目視で、目視でちゃんと火薬1個スープ1個がカップ1つの中にちゃんといちいち入ってるかなと、まあ、人の目で見てから蓋をするんです。蓋を、これ蓋で、この蓋の周りを熱でキューって固めたら剥がれない蓋になって、でやっと出来上がり。で次最後ラッピングなんですよ。ラッピングにはシュリンクっていう特殊技術が使われてるのよ。でシュリンクってどういう意味かっていうと、収縮するとか縮むっていう意味。何が縮むのかっていうと、一回この透明なフィルム、大きめのフィルムでカップを包みます。大きめのフィルムです。でもこの大きめのフィルムがこれね、トンネルだよ、トンネル、シュリンクトンネルっていうね、シュリンクトンネルをくぐることでこの最初は大きいラップがキューッと収縮してカップにピタッと貼り付くんです。これ別にチキンラーメンじゃなくてもさ、例えば CD ケースの包装とかさ、あるいは化粧品の包装とか、その他いろんな雑貨の包装とかでも、このピタッと薄い透明のフィルムが貼り付いている包装見たことあるでしょ。あれシュリンクトンネル全部通過してるんですよ。でシュリンクトンネル通過したらピタッとフィルムが貼り付いて、やっと最後旅のゴール、チキンラーメンができました。ゴール、おめでとうございます。で今喋ってきたこの長いこの旅は実は40分ぐらいです。最初の生地から最後出来上がるまで約40分ぐらい、なのでこれ大量にダーッと作ってるんで1日にね15万食とかできるんですよ。でその上でね、まあ、せっかく会計士が喋ってますから原価の話しとこうか、まずね生地ダーッてきてできるこの生地がだいたい1人1食分のだいたい15円ぐらい、だいたい。次ここ工場の2階から降りてくるこいつ、この火薬とか粉末スープもねだいたいね15円ぐらいって言われてます。であとは実はね意外に思うかもしれないけど、このねシュリンク包装、この包装がね一番高くって、このシュリンクね18円かかるんですよ。ここ一番かかるんですよ。でそうするとトータルで15円18円なので48円原材料だけでかかってることになります。つまり今材料だけで赤の合計の48円かかってるわけでしょ。でちなみにチキンラーメンの1個あたりの値段、まあいろんなね店によって、値段バラバラなんですけど、だいたい150円から200円ぐらいなので、チキンラーメンの売り上げはまあ例えばちょっと安めで150円で考えようか、ね、さらにちなみに、ね、ちょっと利益って言うけど、会計やってる人は売上総利益のイメージで捉えてください。
日清の決算書から見ると日清の売上総利益率はだいたい 36% ぐらいだと。だから150円っていう売上に 36% すればね、売上総利益まあ54円ぐらいって考えることができるんです。でそうすると差し引きしてラーメン作るのには材料費以外もかかってるよね。当然こういう検査する人のお給料だったり、要は労務費ですよ、もかかってれば、まあ、いろんな設備があるんでね、こうやっていろんな設備の減価償却費、まあ、いわゆる簡単に言うと経費みたいなのがかかってるわけだから、当然材料費以外にもね、まあ労とか経って書くけど、要は労務費とか経費っていうのがこれ差額で求めると150から48引いて、何か引いたら利益54円の程よって考えると、まあ労務費とか経費も、まあ、48円ほどかかってんじゃないかなって、要は材料費と同じぐらいの人件費とか設備の使用料なんかかかってんじゃないかなって推定が働かせることができるの、ね、でこういう仕組みに日清の決算書ってなってるんです、うん、でちなみに日清はすごい利益が上がってますね、ってのはやっぱりコロナを経て外食を控える動きが出てますよね。自粛ムードが出てますよね。なので家でご飯を食べるっていう習慣がすごくついてます今。なので日清ってここ直近の計算書見ても利益が実は上がってるんですね。だからまあコロナでね飲食業界がちょっと下がっていってる中で、まあこういう部屋の中で食べるようなインスタントラーメンなんかはね、今どんどん売り上げが伸びてるような状況になってます。はい、ということで以上カップラーメンができるまででした。本当はね、この黒板の流れっていうのを実際に工場に行って見たいんやけどね、でもなかなか難しいから、だから実際黒板のベルトコンベアの流れを自分の目で見たいんだと、そういう人はねカップラーメンミュージアムってのがありますから、カップラーメンミュージアムね、大阪だと池田にあるわ、で関東だと横浜にあるんで、カップラーメンミュージアム全国にいくつかあるので、ぜひね、行って自分の目で見てもね、あ本当にこの CPA カレッジでやった通りだなというのが、感じてもらえると思うのね。なのでぜひ自分の目で見て確かめたい人はぜひ行ってください。はい、ということで、どうですかね、話を聞いてるとお腹が空いてきたという人もいるかもしれないですね、僕も今日の晩ご飯は、チキンラーメンにしよっかな、ということで、ありがとうございました。さようなら。